言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、今回はですねスカイハイのダイブトゥーザニューワールドの話になりますけれども、経営者対談みたいな感じの話だったんですね。毎週スカイハイのラジオは聞いていて、で今回の方に関してはクリエイターとかではないので、まあ正直に言いますとそんなに私も期待をしていなかったんですが、ところが非常に面白かったもんですから、はい、ちょっと紹介させていただこうかなって思いました。いろんな話をしてましたが、ジュノン君とレオ君の名前も出てきたりとか、まあとにかくねこのコロナ禍とかそういった話もありつつで、そう本当にいろんなことを考えているんだなっていうことと、私たちとしては順風満帆に見える BMSG に関しても社長レベル経営者レベルになるといろんなことが本当にあるんだなっていうふうにね思いました。でその中で、まあ、順番は前後すると思うんですが、こう自分の中でも面白いなって思ったのが、あの上場企業っていう企業ね、そもそもたくさんありますけど、あの上場企業になることのメリットとデメリットみたいな話をしていて、まあ、単純に上場すればお金資金は増えるからやれることは増えるんだけれど、特にそのクリエイティブなことをやっていくときに、その資金の援助とか株式とかを買ってくれる人って経営者とか革新的なことをやるっていう、そういう目を持っていない人がいるというか、まあ私も含めほとんどの人はそうだと思うんですよね。だから新しいことをやろうっていう時にどうしても動きが遅くなってしまうっていうところはあると。そうなってくると BMSG が供給がすごく多くていろんなことができるのは、現状これに関してもね良いところ悪いところっていうのはあるんだと思うんですが、現状 BMSG がガンガン動けるのは基本的にスカイハイが決定権を持っていて、そういうあの上場企業とかではないのですぐにパッと動けるっていうところではあるという話がありました。だからその一緒に対談をした辻さんっていう方も上場企業ではないわけなんですが、つまり上場企業ではないメリットっていうところの話ですね。それに関しては多分皆さんとかもそうだと思うんですけど、なんでしょうね、私に関してもねそうだし皆さんに関してもそうだと思うんだけど、自分で意思決定ができる状態っていうのがすごくありがたいなって私は考えたりしております。仕事も普通の仕事もしてますが、 YouTube に関してはもう誰のあの許可も得ることなく、まあ犯罪的なことはしないけど、それも自分で含めて、それも含めて自分で判断できるっていうところはありがたいと思っているし、そうだから推し活っていうものに関してもちょっとそれに似たようなところを思ったりをして、本来自分で自由にやっていくっていうのがね、あの推し活でもあるし、だいたい仕事とかそういったものではないから趣味ですから。でもなぜか推し活っていう趣味に関してはこれはこうなんですとかこうしなきゃいけないんです的なことを言ってくる人たちっていうのがいるんですけど、そういう時にちょっと考えてみたらいいんですけど、その言ってくる人ってあの私にとか皆さんに利益をもたらしてくれる人なのかとか、株式保有してる人なのかとか、そんなことを考えるといや違うよねっていう赤の他人ですが何なんだろうなって思ったりする。そうだからあの何でしょうね、まあアカウントとかが大きくなってくるとなんか影響力があなたはあるのであるからして、あのそういうことは言わないでください的なことを言ってくるパターンの人っているんですけど、影響力が大きい大きくないっていうのをあの判断する立場でもないし、だったらむしろいろんな新聞社とかニュースサイトとかそういったところにそれを言うべきだなって思ったりもするし、だいたい趣味なので影響力も何もないもので、まあそういうことも考えたりしましたね。まあだから、うん、難しく考えすぎるっていう人がたまにいるんですがね、それが違うんじゃないかなって思ったりしたところはありました。はい、で、
いろんな話をしてましたが、辻朝子さんっていう株式会社の、アルカっていうねところ CEO で、ね、あのニュースゼロなんかにも出てらっしゃる方でね、お綺麗な方ですけれども、クリエイティブアーティストっていうかアクティビストか、クリエイティブアクティビストって書いてある、いろんなことをやっていて、でまあ経営者としての対談っていう形でスカイハイと話をしてて、社長対談、経営者対談で言うと、以前ね、元 AKB48 の小島春菜さんもね、来てまして、そこで対談したのも面白かったんですけど、まあ、でもなんか経営者対談ってすごく面白いですね。自分は経営者でも何でもないから、参考にできるとこできないところってあるけど、でも、なんていうか、そうなんだなって思ったりして、納得したり、感心したり、自分には真似できないなって思って、すげえなって思ったりしました。はい言葉遣いが頭悪くなってる気がする。はい。で、ジュノン君とレオ君の話っていうところでもあったんですけど、その前にそのスカイハイと辻さんの話の中で、タレントがまあそういういろんな社会的な発言をするっていうか、そういう部分がちょっとタブー視されているのが日本は特に強くて、だからタレントなんだからそういうこと言うなみたいな、そういうこと、これもさっきのおせっかいと同じなんですけど、なんかおせっかいな人いるんですよね。タレントはだから影響力が強いからそういうことを言うなってことなのかもしれませんけど、そもそもそういう何々だから何々するなっていう考え方自体がなんか日本人らしいなっていう、悪い意味での日本人らしいなっていうところで、それはだからね、発言の自由とかそういうものをね妨げてることになるので、だから私たちも含めて影響力が強いから何々を言うなっていうのは、発言の自由っていうのを妨げてそういうことを言うような資格がある人とは思えないっていうところもあるんですけど、そう、でもタレントに関しては特にそうだけど、でも BMSG は特にそういうところをやってて、スカイハイ自体もロシアとウクライナの問題においてライブとかでね、ちょうどジャストブリーズが出た時の話でしたが、自分の政治的な意見というものも述べておりました。はい。でそれに関しても BMSG アーティストとかに関してもそういうことはやってて、でも強制はしないっていうこと、そこも素晴らしいなと思いましたが、まあスカイハイが Go ボートかな、投票に行こうみたいな、そういうものが以前あって、それにスカイハイは非常にフィールして賛同してて、ハッシュタグの方の部分ではなんかやってたらしいんですが、だからその自分としてなんか BMSG が関わるっていうことも考えたような話もちょっとあったけど、まだ起業2年目の状態でそこに行く立場ではないなっていうところだったりとか、あとはまあね、アーティストとかスタッフとか全員の意思決定みたいな部分も尊重するんだろうし、でもそういうところの中で全員じゃないけど、そのゴーボート投票に行こうっていう話のところ、これは高度に政治的な話になるじゃないですか。だからそこに関しては投票っていうものに関してもね、それぞれの意見っていうのがあるわけで、その中でジュノン君とレオ君は結構そのゴーボート投票に行こうっていうところに関してすごく積極的に賛同してくれたって話をしてました。まあ、年長者組の2人がというところもあって、特に彼らに関してはその若者が投票するっていうことに関する関心っていうものがあるんだなっていうところと、すごく身近に考えているっていうところみたいでですね。まあそう考えると、レオ君はね、本当にいろんなことを常々考えている人でもあるし、ジュノン君に関してもね、もともとは、最近忘れがちですが、もともとは就職の内定も決まっていた人なので、社会に対するそういう関心っていうものは当然まああったわけですからね。まあそういうことですね。まあこれに関してはね、いろんな意見があるし、私自身もね、まあここで私自身のその投票に関することは、どこに投票するあるいはしないとかの話はここではしないけど、まあそういうことをね、言える状況、環境っていうのを整えていこうみたいなところなんでしょうね。うん。でも上場企業になったりすると、例えばそのタレントにそういう形の話をさせるのはどうなのかっていうところも、まず話し合いで決めなきゃいけないとかあるだろうから、
資金力は大きくなって盤石にはなるけど、その分やはり動きが取れなくなってくると。で、BMSG に対し関しスピード感が弱まるっていうことは今のところデメリットしかないような気がしますからね。まあそういうことです。で、その BMSG としての課題みたいなところ、それからスカイハイ本人の課題みたいなところがあるようで、まあスカイハイ本人がアーティストもやっていて、で、まあ金髪でもあるし、で、これは冗談めかして言ってましたが、時々必要もない嘘を、ちょいちょい小さい嘘をついたりするからって話もあって、採用で来てくれる人がどうしても限られるって話ということは言ってました。まあ、だからその芸能だっていう部分と、その金髪っていう部分だったりとか、まあそういうとこもね、社会の構造の中で、日本社会の中で、そこの部分でこれはないなって思う人も確かにいるのかもしれない。私たちはそんなことを考えもしなかったけれども、まあそういうことなのかなって気がした。今そのヘッドハンティングばっかりだって言ってて、まあだから本当に紹介でみたいなところとか、自分で引き抜いたりしないか。まあケイスケさんなんかはね、自分で来てくれたっていうところはあったようで助かっていると思いますけどね、そういう感じみたいで、だからその経営者であるっていう部分の、そのスカイハイ本人がそのアーティストでありプロデューサーであるっていうところあるけど、経営者であるっていうところをもっとこうアピールしてこう示していかないとなっていうところは言ってました。そうだから日高光弘 CEO としての仕事っていうものもね、BMSG CEO としての仕事っていう部分が出てくるときに、まあ、そういった部分っていうのがあるらしいと。で、実際いろんな起業してる人たちに関しても、例えばその経営の方はタレントではない人に任せるっていうパターンだったりとか、あとその副社長みたいな感じの人がいたりとか、まあ、専務部長とか役職付きの人がいたりとか、そういうのが普通なところ、 BMSD は役職付きの人もいないし、副社長ももちろんいないし、経営に関して一般の方、タレントではない方に任せるっていうパターンも取っていないと。結構特殊っちゃ特殊っていうことになるんだなと思いましたね。そう、なんか私たちはね、 BMSG もうすごいすごいっていうところでずっと、まあ、それは間違いないんだけど、でも特殊な感じでもあるし、やはり異端児なのだろうなっていうところはあるんでしょうね。まあ、今回の社長対談、経営者対談でね、そういうことも話してて、すごくね、ああ確かにって思ったんすよね。まあレオくん、ジュノンくんとかはそういう社会とかにも、投票とかそういったものにもね、興味があるみたいだから、そういうところもなんでしょうね。まあしばらくはずっと BE:FIRST でやっていくとして、なんとなくですけど、いずれそういう風になっていくんでしょうね。まあ翔太くんなんかもそうだろうけどね、っていうことで、で、その新しいことは周りが想像できないから、自分自身のことを理解してくれるステークホルダーまでに留めておかないとって話を対談でやってて、それに関してダンクですね。そう、新しいことは周りが理解できないと、想像もできないっていうことで、ダンクもダンクの話の中で、途中からその参加しなくなったっていうか、会議でいつの間にかいなくなった人たちもいたって話をしてたけど、それもだから日本でダンクみたいなことをやっているのが今までなかったから、どうしても想像ができないので、結局そういう感じになったらしいんですけど、なんかね、だからもう最後の方はもうね、もうすごいの作るからちょっと待っててっていう、もうすごいショーケースやっちゃうからちょっと待っててっていう感じにしたらしいです。で、実際ダンクショーケース3日間行って、そしたら、あ、なるほど、こういうことなんですね、わかりましたっていう声が結構あったらしいです。これ結構重要な話じゃないですか。だからその私たちがもしかしたらね、この期待をしていたグループとかもいくつかあるけど、そういうところとかも含めて理解をだいぶしてくれた方が増えたということなので、次回そのダンクショーケースやるとしたら、さらに増えるかもしれないですよね。そうなってくるとスカイハイの負担さらに増えるじゃんって今思ったけどね。まあ、副社長とかもいないしね。うん。まあそこも含めてだけど、ただもう雛形は1回目のダンクショーケースでできたから、まあそこに関してさらに広げていけばっていうことにはなるのかなっていう気がしますよ。
まあそんな感じですね。まあだからその男前だなと思って、わかんないならいいよとかじゃなくてね、とりあえず俺がやるから後ろで見てなっていうことですからね。かっこいいですよね。そう、まあ本当にまあそんな感じで、でさらにはその会社を作ったのが辻麻子さんがコロナ前だったんですけど、すぐコロナ禍に入っちゃってみたいなところ、大変だったみたいなところだけど、スカイハイがコロナ禍でむしろあの BMS を立ち上げたというところで、そこにそのスカイハイ内の賞賛があったっていう話で、まあ、芸能界の体質っていうのを、日本の芸能の体質は知っていたから、動けなくなるだろうなっていうことは思ってたと。だから逆に周りが動けない状態でここでやるっていうことを決め、それで BMSG を立ち上げ、ザ・ファーストをやるっていうことになったと。そう、だからコロナのこと自体はもう本当に悲惨な出来事ではあるけど、まあスカイハイだけではなく、そこでいろいろと盛り上がっていた業種とかも確かにあって、そこはだから一長一短と言いますか、闇の部分もあれば光の部分もあると言いますか、そこの部分で結局そのコロナ禍っていう、まあ歴史的にもすごく影響力のあるであろう出来事はありましたが、そこで BMSG っていうものがどんどん上に上がっていったっていう事実は、これは間違いなくあるっていうところですよね。でも芸能の体質は知っていたから動けなくなるだろうと思っていたっていう話、確かに実際動けなくなっちゃいましたからね。そう、まあそういうことなんだなって思いました。で今はね、まあコロナもだいぶ収まってはきまして、芸能だけじゃないですが動き始めていますので、だからマーゼルに関してはその BE:FIRST の時とはね、やはりこう状況も違うので、そこの押し方っていうのもまた変わってくるだろうなっていう気はしますね。はい、まあ いろいろと語りましたが、私のこの想像という、想像じゃないですね、私の感想だったんで、今のはね、あの辻麻子さんとのね対談面白かったんで、ダイブトゥーザニューワールド聞ける方はぜひ聞いてみてください。もう全然話してないことの方が多いんで楽しかったです。はいはい、では私はいろんな動画を撮っておりますので、サムネイル、タイトルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐ情報手に入りますようにチャンネル登録をお勧めいたします。それではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。